ポルフィリオルビロサ・アリーザは、ドミニカ共和国の外交官、レーシングドライバー、プレイボーイ、セレブリティとして、世界的に著名であった。ドミニカ共和国産、フランシスコ・デマコリスで軍人の家に生まれ、父が、駐在武官として、フランスのパリに赴任したことから、少年期までの間を同地で過ごし、17歳の時に、ドミニカ共和国へ戻る。1937年に、 同国の独裁者のラファエル・トルヒーヨ大統領の娘であるフロール・ドーロと結婚し、同国の中フランス特命全権大使としてパリに赴任するもののすぐに離婚し、第二次世界大戦中の1942年に当時フランス最高の美女と称えられた世界的な人気女優のダニエル・ダリューと再婚する。なお数回の結婚歴を持ち、 フロールド・オロとの最初の結婚で中フランス大使の地位を与えられたほか、ダニエル・ラリューや世界的なミリオネアのバーバラ・ハットン、ドリス・デュークとの離婚では多額の遺写料に高級車、さらには自家用のノースアメリカン B-25 まで手にしている。しかしその後もヨーロッパや南米をはじめとする世界各国の社交界でプレイボーイとして鳴らし、欧米の女優や 貴族の霊場との交際の噂が絶えず、取り沙汰された。交際の噂が出ただけでも、マリリン・モンローや、エヴァ・ガードナー、ジュディ・ガーランド、ザ・ザ・ガ・ボール、キム・ノバク、リタ・ヘイワースなどの早々たる顔ぶれであった。さらに、アルゼンチンのファーストレディとなるエヴァ・ペロンとの関係の噂までが取り沙汰されている。また、レーシングドライバーや、ポロプレイヤーとしても活躍したほか、ジャンニ・アニエリア、 アーガー・ハーン4世のような実業家や宗教家、ジョン・ F ・ケネディやその義定のピーター・ロー・フォード、フランク・シナトラのようなナリキン・ヤスター、ギュンター・アザックスやアリスト・テレス・オナシス、タキ・テオドラ・コプロスやジャン・デューク・カラマン公爵などの貴族、王族、大富豪などの上流階級との信仰を持っていた。1965年7月にパリのナイトクラブ、ジミーズで行われていた。 自身が所属するポロチームの縮小パーティーの帰りにフェラーリ 250GT を運転していた際にブローニュの森で他の車を避けようとして木に激突し事故死した1950年と1954年のルマン24時間レースに参戦したほ他1955年4月25日に行われたフォーミュラ1の非選手権レースとして開催されたボルドグランプリに プライベーターとして、フェラーリ五500回にで参戦した。しかし、レース当日に体調を崩したため、出走は叶なわなかった。なお、ドーマシンは1952年から1953年にかけて、アルベルト・アスカリが使用したものを譲り受けたものであった。立派な男性機を持つことでも知られ、バーバラ・ハットーンは、グロデスクなサイズ、ドリス・デュークは、これまで見た中で最も巨大。 トルーマンカポーティは、男性の手首ほどの太さがあったと評した。また自らもそれを隠すことはなかった。タキタキテオドラコプロスチョピー76、ザレーク2015年7月号、P182、ヒズウェイ、キティケリーチョ、柴田京子役文芸春秋、P348、タキタキテオドラコプロスチョピー78、タキタキテオドラコプロスチョピー78、 ザレイク2016年7月号 P162 ありがとうございます。